このチャンネルはココイさんとひょうきん夫婦がキャンピングカーで旅する動画です。チャンネル登録お待ちしてます。おこい、おはようございます。おはようございます。27日、はい、北海道に来て27日目頑張ります。今朝はですね、ちょっといつもより30分ほど早いスタートです。どうしたかというと、パラグライディング、モーターパラグライダーを予約しました。今日は1000人チャンネル登録者数1000人突破達成記念としまして、パラグライダーに挑戦だという日でございます。なんで、集合場所に今から向かいたいと思います。ということで、いつも少し早い出発です。お公園も早いですが、9時前出発ですからね、はい、では今日も張り切って参りましょう。天気は良好、あとは風次第。飛べるかな、飛べるかな、行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。レッツライダー、リアル目の検査。これパラグライダーの集合場所へ向かっております。下は砂利となってございますので、ゆっくり行っております。おこいさんも見張っております。おこいさんも見てあるんですか。はい、おこいさん見てみましょうか。はい、まず代表者の方、上4行書いてもらって、はい、お連れ様、ここですね、はい、あの直筆でお願いします、はい、でこちら確認書ってあるんですけれども、はい、忘れます、はい、忘れちゃうのでお願いします。でですね、どこまで話したっけな。そうですね、これに座った状態でこの脇にある金具、はい、2箇所でぶら下がっていくような感じなんですよ、はい、ですから2人がこう前後に並んで、はい、安全できるような感じなんですね、はい、でですね、大きく分けると、まあ、離陸動作、飛行中、着陸動作って3つのステージに分かれるわけなんですが、はい、まあ、今言ったように、一番ややこしいのは離陸動作なんですよ、はい、で着陸と飛行中っていうのはそんな大してやることないので、ちょっと離陸動作を中心にちょっと今から説明していきたいなと思います、はい、いよいよパラグライダーで飛びます、飛びます、飛びます。ママさん先行、インストラクターの方が用意してくれています。ドキドキしますか。はい。そうやね。
はい。
すごいな。すごいね。めっちゃすごい。めっちゃすごい。もうそれしか言いようがない。めっちゃすごい。めっちゃすごい。めっちゃ気持ちいい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここに、離陸の時はここを持ってたんですか。ここは持たないです。ここ持たないですね。はい。はい、離陸はこの私の手がぶら下がるので。はい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 。緊張してる？緊張してる。めっちゃ緊張してる。緊張してないですか？はい。はい。完了ですか？これもしばらくお待ちください。はい。ドキドキする。全然大丈夫。Thank you.
離着陸。はい。どうでしたか？はい、もうめちゃめちゃ気持ちいい。めちゃめちゃすごいよ。はい、無事帰還。ということで、はい、すごかったね。すごかったね。非常に報告、めっちゃ報告。鳥になりました。めっちゃ貴重な体験を話していただきまして、感動感動感動大感動でございました。1名1万円でしたけども、はい、まあもう素晴らしかったね、うん、素晴らしかったですね。ジャランポイント2400円使ったからね、うん、なんと17,600 円でできたという2人です、うん、よかったです。よかったです。本当にで、やっぱり一応カメラを持ちましたけども、うん、肉眼に勝つものは勝つものはないね、本当にね、はい、もう素晴らしい、はい、ぜひ皆さん体験してください。はい、よかったね。よかったね。はい、はい、ライダー無事取れました。はい、これも YouTube をやったおかげ、皆様のおかげです。そう、 YouTuber じゃなかったら飛ぼうっていうことは思わへんかったし、絶対思わへんかったね。そして今回ですね、実はこのパラフライダーの場所と、はい、ものを探してくださった、はい、お友達の小林さん、はい、ありがとうございます。小林さんが情報を送ってくださりですね、はい、ここにあるよって言わせていただいて、すごいワクワクしております。最高でした。ありがとうございました。キオトフクの松皿に到着です。めっちゃ広い道の駅。こちらは車中泊専用の駐車場があります、ちょっとなんかいい匂いしない？唐揚げの唐揚げの唐揚げの匂いしこれやろ、田舎鶏。田舎鶏、美味しそうね。そう、骨つけたら骨つけ、美味しい。あ、まさか、これパン買うの。あれ、いい匂いしてる。いいね、朝の帰んな。ウトプキトカツバーガー広いな。あ、ここで照らす時もあるよ、ほら。明日朝ごはんここやな。明日の朝ごはんここですね。ね、ここやね。すごい、すごい広大な、広いな。あ、あんなある。明日も行ってんけど、明日朝一だったらいいな。すごいね。よかしこいね。バッチリバッチリ。虫さん、今日の温泉です。道の駅を徒歩家から車で5分ぐらいになっております。ホームの前か、ホームの前お徒歩家でございます。夜ご飯はテラスでいただくことにしました。5時半ラストオーダーです。ギリギリ温泉に入って間に合いました。今日でカレーとそば、はい、森そばとミニカレーです。セットな、セットにしたらこうカレーは300円です。そうなんや、すごいコラボレーションやな。森そばとカレーすごいコラボレーションやな。いただいてください。よいしょ、ネギをいきます。こっちはしょっぱいから興味なしんで、
よいしょ、うん、はいはい、今日も生産のちゃんがやってまいりました。今日の生産9月27日、旅が始まって33日目、では行ってみよう。 RV パーク、そして高速台、経由台、すべて0円。昨日経由だしね。そうやね。今日は下道で、はい、プログラムが終了して、はい、今日は道の駅におります。はい、はい、というわけでございます。はい、続いてアクティビティ、17,600円。パラグライダー、はい、あの体験なんですけども、はい、パパさんが持っていた、はい、ジャランポイント、はい、なんかね、いつの間にかあの突然くれはるんやね、ジャランさんね。期間限定ポイントみたいな、それをたまたまあったので、2400ポイント使いました。ジャランから予約したんで、はい、ポイントを使いました。はい、はい、だから1人8000円ちょっとでできてるね、はいはい、お得。はい、はい、続いて外食代、はい、3,590円。こちら昼夜合わせですね。はい、合わせです、はい、いただきました。はい、続いていきましょう、はい、食材代0円。今日は何も買いましたね。はい、はい、続いて温泉シャワー代、はい、820円。安いね、420円。だいたい200円台が、はい、琴勝温泉相場らしくて、はい、2軒シェアパスができても400円台でした、うん、はい、いいお風呂だね。電気風呂もありの、露天風呂もありの、とってもいいお風呂でした。はい、雑費が、はい、600円。まずマッサージ乗りまして、はい、マッサージチェア2人で400円。そして処理していただけるということで、はい、ゴミ袋、燃えるゴミ用と燃えないゴミ用、100円100円で200円買いました。はい、とってもとってもいい。道の駅で、うん、あのゴミ袋、うん、ありがたいです。はい、はい、ということで総額いってみよう。はい、締めて22,610円。おまけました、ね。はい、おまけました。でもさ、やってよかったね。でもあのカメラの映像と帰ってきた感想を聞くと、8000円で安かったと。安かったと。ぐらい貴重な体験でございました。うん、はい。もう飛ぶ前はね、ちょっと怖かったですけどね。全くね、大丈夫ですけど。2番ってちょっとつらい。一回見てから怖いよね。そう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 。私が1番って言ったからね、うんうん。面白かったです。はい、面白かったです。おすすめです。はい、しかもあの北海道のその、うん、海沿いを飛んでくれはるので、はい、まあ、パラセーリング&、うん、パラグライダーが味わえるっていう、うん、結構山でこう坂降りる体験とかありますけど、そう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 、海沿いをガッて海に出てくれて、うん、ガッて山に持ってくるっていうね、うん、素晴らしかったです。まあ、映像見たことなかったですね。はい、そうだね。ということで今日はもう思い切ってアクティブにしまして、はい、合計22,610円になっております。はい、だいぶね、あの旅行も、はい、旅も終盤になってきましたんで、はい、これで結構やったことが終わってきたね。ほぼやり尽くしたかな。はい、あとトマホームチャレンジぐらいですね。トマホームチャレンジぐらいね、はい、はい、では今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。グッドナイト。